はいどうも、岡田店長です、今回はですね、まあ、前回に引き続いて全ペガシリーズということで、前回が奇跡の民弱ですね、アベレージ10ゲームというですねで出ましたね、1ゲームあのペカリというのが。で今回はですね、ゴーゴージャグラ、うちには4台あるんで、それを速攻光らしてアベレージ2桁 ?7、3桁いかないように頑張ります。まず全部引き返していきましょう。カモン。ゴーゴー。よし、こっからね、全部引き返そう。いやー、3桁いったらちょっとやだな。2桁でアベレージ終わりにできたら最高ですね。頼むよ。じゃあまずは、クレジットマックス、はい、いきまーす。ポンポンポン、狙うのは一緒ですね。ここで、これは確かあれですね、ランプが馬製のファッションエルスなので、ドンなので、まあそういうことをイメージしながら打てば ちょっとよからぬことを今想像してしまいましたけど、どんな オプションつけちゃおうかなとか考えてれば自然と看板がつきますから。でこれがいいのはあれですね、叫び光がないから本当に第3ボタン離した時しかチャンスがないんですよ。まあ、あとは無音とかあるけど、無音ぐらいかな。レバー叩いた時分かるのは、あこれ光る、あこれオープンするぞっていうのが分かるのは。で生入りはダメですね。まあ風俗でもそうですけど、生は NG なんだそこだけルールは守ってくださいねって、あの怖いお兄さん出てきちゃうんで怖いお兄さんストップっつって、生やめてくださいっててかダメか、ゴムつけてもダメか本番禁止なんでって。やだよ、もうジャグラーガールズの二の舞はチェリーボーイほら3桁いっちゃうよいきなりほらあしかもモワンモワンしてる本当だ、モワンモワン、このモワンモワンちょっとねプレミアムなんですよ実は。ビッグ確定なんですよねこれで潰れかけのファッションヘルスよし2軒目行こう、はしごだよし、ぶどう3連チャン、これで、あ、お4連チャンだと 65% に落ちちゃった上がっていかないっていうねまあ50ゲーム以内に 65% の確率で光ります。まあオカルト調べですけどねここをネオンガンにしたい、全部ピヨンってピンサロネオンガン、ピザオじゃねえファッションヘルス、ファッションヘルスのネオンガンにチェリーボーイ来たさっき隣のお店にいたチェリーボーイも来ましたねおそらく不発だったんでしょうチェリーボーイもサービス地雷にあったか時間を読み間違えたかまあ同志ですね、同じ店でまた出会うってことはよし、次の50枚で150ゲームいくんで、これで光らせます。あ光らせる、違うな、回転させます。
オーナー夜逃げかなこれ。ちょっとオーナー夜逃げ説が今漂ってるな。チェリーボーイも2人目来ましたね。結構繁盛店だったんですね。ちょっとオーナーが今失踪中なんで隣の店移りましょう。ちょっと寝かせよう、オーナー戻ってくるまで。いやーやだよ。早くオープンしてよ。まあここは有料店だと信じてますよ。確かにプライベートでも一番この55はやらないんですよね。まあ結構ガッシャンガッシャン、もうガチャガチャ好きな自分にとってはちょっと静かすぎる。あとエロすぎる。ピンクすぎるんで。オープンしない、嫌われてんだろうな、ブラックリスト塗ってんだろうな多分。あいつ来たよって。あいつしつこいんだもんって言われて。嫌われてんのつらい。でもよくツイッターにこういうあのやり方やったら勝ちましたとか見ると嬉しいですよね。大変あの喜んでおりますよ私は。コメントとかもやっぱり褒めて伸びるくんなんで私。褒めていただけるとすごく伸びちゃう。いろんなとこ伸びちゃう。頼む150、これでいったら15時か。15時オープン狙っていこう。まだね今11時だから朝だからね。ああこれなら見やねえや。ちょうど14時でしたね。1時間早く光った、お光ったよ、オープンした。あーでも疲れたなこれ。よし60ゲーム60オープン。60オープン目指そう、日の出以上。まあゴーゴージャグラーはね基本的にビッグに偏りが比率が多いんで、あのベースが下がってるんですよね。あまり回らない。でもボーナスはビッグ比率の方が高いんで、だから出玉の一撃性、ジャグレンが固まった時の出玉の一撃性っていうのは現行のジャグラーの中では結構高い方ですね。ポンポンポン、ブトフ、6時やばいよ、これ以上は通学路になっちゃうからね。看板壊れてるなこれ。これ多分あれだな、まあ憶測ですけどサービスが悪くて、あのなんだこの店って最後看板蹴っ飛ばされて帰られてるな。で接触フルを、でもチェリーボーイ来た。なぜこんなにはまる。なぜ早い当たりがないんだ、4台もやって日の出営業だって言うから来たのに全然営業してくんない。350行くぞこれ。切ってよかった。あーぶね、やっとオープンした。
32時なんだこれ意味わからん。よし最後しオーナーが逃げたであろうと思われるこのゴーゴーヘルスオーナーよ逃げオーナーよ逃げ。おお、まだこの看板がチカチカしてたんだいいね。これで席離れる人がいるじゃないですか。そうするとちょっとまあね、限度がありますよね行かれる超ハマってて隣がこのタイミングで食事行かれるとビッグ確定ですからね、これはね。だから帰ってきたらビッグを楽しむんだろうなって思うとわかるね、これで。あのどれが自分と一番相性合うジャグラーかっていう、うん、よし終わったさあアベレージを出そう。いいっすよ。はい、まず106足す113足す141足す329割る4、もう少しだったな197分の1ですね、アベレージが、はい、ネオン街になりましたね。ネオン街になった。さあここでビッグかバケかやりましょう。これが全部ビッグだったらいいですよ、許せますよまだこれはまあね、あの間違いなくあのビッグなんで、うん、おめでとうございます、はい。でこれですね、ビッグビッグ、うん、うん、よし、よし問題はあと2店舗2店舗あと2店舗ビッグかどうか。うわいつも通りだまあでもね、4店舗あれば1店舗ぐらいバケあってもね。さあ最後ゴーゴーヘルス、ビッグかバケか。でもね、いい目だと思うんだよね。ほら、うん、大丈夫だよね、リプレイない。よし OK ということで、ゴーゴーヘルスは、4分の3でビッグということで、まあ9大点かな。ただ197分の1はちょっとねいただけない、まあ、これ以上のアベレージ出さないようにですね、次はなんと出た出たね、ニューアイムジャグラーですね。でこれが5台あるということで、5台、まあいいですよ、5台全部光らせますよ。アベレージも2桁でいけるように頑張ります。じゃあ次回もお楽しみに。バイバーイ。